メリークリスマス、そして明けましておめでとうございます。私どもの会社からのお知らせです。株式会社 AS は観光誘致株式会社に名前を変えました。2024年も皆様からの案件をお待ち申し上げております。詳しくは動画のコメント欄のところに説明用の動画のリンクを貼っておりますのでご覧ください。観光誘致株式会社を今年2024年もよろしくお願いいたします。今日は東海道本線田町駅にやってきました。田町駅は品川方面を向いて右手側から1番線、2番線、3番線、4番線と番号が振られています。これどうして一番右側が1番線になっているのでしょうか。そんなどっか番号を振ってきゃどっかが1番になるのは当たり前の話だろう。そうなんですけれども、これに一応こっち側から番号を振っているのにある程度の根拠があるとされています。これ一般にはですね、駅長室がある側から番号を振っていったと言われています。例えばここに駅長室があったとすると、これ左側から1、2、3、4という風になるし、まあ、もしも駅長室が逆側にあった場合はこっちからですね、1、2、3、4という風に番号が振られていたということらしいです。これはもう明治時代ぐらいからそういう風にやっていました。田町駅が開業したのは今から115年ぐらい前になるんですけど、1909年なんですが、まあ、おそらくですね、当時からこの番号の並ぶ向きはこの画面で言えば右から1、2、3、4みたいな感じで並べるということで変わっていないものと思います。でお話の本題はここからです。じゃあなぜ駅長室はこっちの右側に置かれて1、2、3、4と右から番号を振っていくようになったのかということです。でこれ駅長室が右側に置かれている理由は、当時メインの人通りがこの駅の右側に集中していて、反対側のもうこちらはですね、もう何もないただ海であったからということらしいですね。ということでこちらをご覧ください。まだ田町駅が出来上がる前ですが、線路の右側にはすでに建物が並んで工場とかもあるのに対し、左側はただ海があるだけです。だからここ左側に駅舎を作ってもただ海を落ちていくだけで意味はないんですよ。左はただ海が広がっているだけ、それに対し右側には町があった。だとすれば駅舎をこっち側に置くことになり、駅長室も置かれて1番線はこの駅の場合右手側から始まっていくということになるわけですね。田町駅ができた当時、4番線側はもう海しかなくて、駅を作る必要性すらないような状態だったみたいですね。では今の田町駅4番線付近の光景はどうなっているでしょうか。皆さんご存知のようにもう海は影も形もなくなっています。東京の経済の発展とともに技術の向上とともに海は埋め立てられてわからなくなったんですね。ただですね、この奥の山手線がめちゃめちゃカーブしている光景を見ていただきたいんですが、なんなら新幹線もね、横へ並走してものすごく左にカーブしています。田町のこの大カーブはなかなか東京でも見られない迫力ある光景です。この大カーブだけは今も変わってないんですよ。これ写真も昔のやつを見させていただくと、後ろの方がものすごく大きくカーブしているのがわかります。当時もね、埋め立てとかあの土地買収とかの関係で海の方へ線路がめちゃくちゃカーブしておりまして、その線路の基本的な形だけは今もまだ受け継がれているのですね。田町駅の4番線越しに見る景色はもうすっかり都会の眺めになりました。しかし出て行き左手に大きくカーブする電車の姿を見て、日本がまだまだ大きな国になる前だった時代を思うのもいいかもしれませんね。今ひっきりなしに電車がやってきます。昔は潮風が吹く海岸だったんですね。ここが信じられません。まあでも割と信じられるなということをこの後もうちょっと見ていきたいと思います。大昔はこの田町の町並みは左手側4番線側は海ですから、何にも駅のか関係の施設を作る必要はなし、対して右手側には昔から町がありました。だから昔は右側だけ駅舎を作っておけばよかったわけです。では今はどうでしょうか。今はというと左手側にも建物がいっぱい並んでますから、両方に駅を作らないと絶対ダメですよね。ですから今は町の両方側へ行くことができるように駅舎を橋上駅舎としまして、田町駅に降り立ったお客さんは一旦全員この階段やエスカレーターなどを登ることになります。で登って上の橋上駅舎といいます、上の駅舎に着いたらば、じゃあこっちの元から町があった1番線側に降りていくか、もしくは反対側この4番線の新しい町が作られた元々は海であった方向に降りていくかを歩道橋のような形で降りていくということになります。行ってみましょう。田町駅橋上駅舎、橋の上に登ってきました。あそこにずらっと IC 専用改札が並んでいますが、あそこで左手側に行けば古くからの町のエリア、右手側に行けば元々は海だったところを再開発したエリアということになります。自動改札も最近では新しくなりました。左利きでもね、タッチしやすいそうです。
1番線側の出口には三田口という名前がついていますが、この三田口の田がですね、田町の田の由来らしいですよ。三田口を出てまいりますと、まあ、都会の駅という感じですが、ちょっとねごちゃごちゃしていて統一性とかはあまりない印象です。いや別にその悪い意味ではないんですけどね。じゃあ続いては一旦駅舎を通り抜けて反対側4番線側、もともとは海だった側に回ってみましょう。こちら側はすでに駅舎の段階からものすごく洗練された感じに見えます。なんか最新鋭という雰囲気が漂いますが、駅を出たところにもバーンと高層ビルがいくつか建っていますし、空も広く開放感があって、駅前のロータリーとかも割とよく整備されていて、スペースにはゆとりがあると感じます。そして並んでいる建物がみんな同じ向きで並んでいますよね。あの奥のタワーマンションあたりはちょっと角度が違うようですが、並んでいるビルもみんな同じ向きです。で、一個一個の建物がさっきよりも僕には大きいように見えます。ちょっとそれはね、もしかしたら思い違いのところもあるかもしれませんが、この地図を見ていただくと非常に分かりやすいかと思いますが、この地図でいうとこの下側のね、三田口、これが一番線側、もともとの町があったところですけれども、まあ、割とね区画がこうごちゃごちゃしているのに対しまして、もともと海だったのを埋め立てて開発したところは、もう建物とかね、もう街が5番の目のようになっていて、整理され、皆四角四面に同じような街割りをしているということがわかります。今なんか洗練された街みたいになってますけれど、当然明治時代から高層ビルが並んでいたわけではありませんので、昔はどうだったかと言いますと、海を埋め立てた後、最初はですねちょうどこの向きだと思います。僕が今いるのがちょうどこの画面の、ね、真ん中のバツ印が打ってるあたりですが、ここはもともと工場がねいろいろずらっと並んでいたんです。ちょっと見に行ってみましょう。4番線側、海側、芝浦口の方からほんのちょっとだけ歩いてきますと、これ橋がかかっておりまして、もう今ではほとんど使うことはないと思うんですが、運河があります。名前は僕も今知ったんですが、新芝運河というそうです。いつできたやつなのか調べてもわからなかったんですが、多分ね100年ぐらい前だと思います。で、大体こういう堀のよくあるパターンなんですけど、もともと多分ねもっとこっちまであったんですよね。で、川がすごく幅がもっと広かったと思うんですが、まあ今はもうね周りに工場とかが昔たくさんあったので全部なくなりまして、この運河を通る船もなくなったので、あんまり広い運河にする必要はないということでね、両脇のところをこう埋め立てているんだと思います。で、これが多摩地域と何の関係があるのかということなんですけど、向こうに、まあ、今ね新幹線とか見えますが、の鉄道が昔通っていて、その鉄道の輸送能力と、あとこの運河の、船の輸送能力を使ってですね、でこの向こうにある多摩地域とこの運河の間のところのこの辺り一帯が全部工場だったらしいんですよね。で、その工場街も現在では時代の変化とともにこの辺から全部いなくなって、でまたオフィスビルとかマンションとかが建てられているということなんですが、まあ、ここに運河が通っているということが、多摩地域の4番線側がもともと海だったということの、まあ、名残の最後の1個ぐらいかなと思います。これちなみにね、昔の昭和30年代ぐらいのまだこの運河が、たくさん船の通り道として使われていた頃のものですけれども、ここに多摩地域ありまして、左側が1番線ですね。で、この右側のここが4番線となっておりまして、で、そこからですねこの辺が工場がたくさんあって、さらに越えていったところの、まあ、まさに私がいるところにこう船がたくさん通っているということでございます。で、昔この運河にたくさん船が通って工場まで物を運んでいたという時代を今に伝えるためでしょうね。これ船を係留するときに、こういうね、あの港とかによくあるやつだと思うんですけど、名前なんていうのかわからないんですが、その係留用のやつが一部ガードレールのような感じで設置されているんですね。まあ、おそらくこの運河にとって今最も重要な役割は、万が一の時の防災の拠点として使われるということだと思います。東京港防災船着き場多摩地と書かれていて、これはですね、まあ、万が一大地震とかが起こって、もう道路もまともに使えなくなり、鉄道もまともに使えなくなった時に、最後に残るのが船の道筋なんですね、ということを想定して、これは緊急用の重要道路として、まあ、海の道路として残されているわけです。万が一多摩地域で大地震に見舞われて、ここから船でもって脱出することになったという人たちは、多摩地がもともと海に面した駅だったという恩恵にあやかることになるでしょうね。海を埋め立ててからずっと工場街になっていた多摩地域の4番線側、工場はもうなくなってしまいましたが、まだ当時の名残と思われるものがあります。この4番線側、線路のすぐ脇のところに東京工業大学多摩地キャンパスがあります。東京工業大学はね、東大に次ぐと言っていいんじゃないですか。日本を代表する難関、そして技術をたくさん持っているすごい大学ですが、それはこの多摩地域の目の前にあるんですが、なんと99年前からここにあるそうです。また東京工業大学附属高校もずっとここにあります。なんでここに東工大があるのかっていう詳しい経緯を調べ尽くすことはできなかったんですが、まあ、おそらく昔はこの辺り全体が工業の町、工場の町でしたから、
その町の中心に数ね教育機関とか研究機関があるというのは別段おかしいことではなかったと思いますね。ここに東京工業大学があるということがまた田町駅4番線側がもともと海から始まった工業の町だということを今に伝える貴重な証だと思います。じゃあもう一回線路を渡ってね、今度町の向こう側1番線側に戻ってこれで動画を終わりにしましょう。さてもう一度駅の反対側三田口の方へ戻ってきました。1970年まで田町駅を利用した人はこちら側にしか降りることができず、さっきの東京工業大学の方に降りる方法はどうもなかったみたいです。この田町駅非常に貴重なことに、この田町駅の西側一番線側三田口の駅舎はここが唯一の田町駅の出口だった時代からずっとここに残っています。だいたいね、これ橋上駅舎、まあ、今見てきたような線路の上をまたぐような駅舎が作られると元あった駅舎は壊されてしまうんですが、田町駅の場合は、ね、この駅を建てて割とすぐに両側に出口を作ったので古い駅舎が今にも残されているらしいんですね。確かに見るとこの下の部分の壁とかね、どうもこれは後から塞いだのであって元々はここに改札があったんじゃないかなみたいな雰囲気を見せています。なんか僕が聞いた話ではなんか下のところに昔出口があったらしいですよ。昔一番線側だけが唯一のこの駅の出入り口であった時代から姿を変えていない貴重な駅舎を楽しむことができるので、ぜひこれもね来たら見ていっていただきたいと思います。そんな田町駅の表玄関のところから出たところにですね、第一京浜がビュンビュン車が通っていますが、こちらの道路は江戸時代からずっと歴史を紡ぎます旧東海道でございまして、道幅は江戸時代と比べるともうバーンと広くなったと思いますが、とはいえ僕もね日本橋から京都大阪へ自転車で東海道をたどった動画、まあ、皆さんも、ね、ご存知の方が多いと思うんですが、あれで自転車で走った時もね、この前の道を向こうが日本橋なんですけど、ここからこう自転車でジャッ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 ジャーと走ってですね、これは本当に京都大阪まで僕行きましたが、その当時からある、まあ、まさに江戸時代からの歴史的な道です。まあ、この駅を挟んで反対側の東京工業大学とかね運河とかがある、もともとは何にもなかったところと比べると歴史の長さは段違いです。確かにそれはまあこっちが唯一の駅の出入り口となるよなというだけの歴史的な光景だと思います。うわ、こんな風にしてまだ残ってんのか、昔の建物がそのまんまで、昔田町駅の出入り口は1階だったと聞いたんですが、確かに今も、もうこの誰も使わないと思いますけどまだ残ってるんですね。50年ちょっと前、60年ぐらい前ですかね、建てられた昔の地上時代の田町の駅舎をそのまま昔と同じように使うことができました。こんな誰も来ないと思いますよ、こんなところあったんだ、こんなところ、まあ、いつもとは感じの違う動画でしたけれども、お楽しみいただければ何よりでしたね。右手側の元々の町の側の景色、左手側の元々は海だった景色の違いなどをこの一番線という観点から見つけると楽しいかなと思います。この動画で一番お伝えしたかったことは、田町の町の面白さもそうなんですけれども、一番線はなんでこっち側にあるのかなというのをいろいろな駅で考えてみると、その町の成り立ちとかを結構理解するヒントになりますので、もしこの動画がね好評だったり、いろんな人にいっぱい再生されたりとかしたら、またそういうのシリーズ化しても面白いかなと思いました。じゃあ今回はここら辺で失礼します。どうもありがとうございます。メリークリスマス、そして明けましておめでとうございます。私どもの会社からのお知らせです。株式会社 AS は観光誘致株式会社に名前を変えました。2024年も皆様からの案件をお待ち申し上げております。詳しくは動画のコメント欄のところに説明用の動画のリンクを貼っておりますのでご覧ください。観光誘致株式会社を今年2024年もよろしくお願いいたします。